今日はポールちゃんとのコラボの予定だったんですけど、まあ、電話が一向に繋がらないということで、なんか一人で始めちゃいました。繋がんないんだよね。もう一回だけかけてみる。でもさっき切られた感があるんだよな。ちょっとね、もう一回通話してみるわ。寝てそう。そうね、昼間にはね連絡来たんだけどねやっぱ切れちゃう。時間が経つと切れるようになってるのかな。まだ記者やってんのかもしれない。まあね、ポルちゃんよくあるからね今日ねいないかもしれない。まあとりあえず配信しますか。まだあっちにいるのかな。どうなんだろうね。まだ記事書かなきゃかんかな。まあのんびりやっていきましょうか。そしたらなんか枠のサムネも変えちゃうかも。ポルカおらの配信だとポルカちゃんいるのにいないみたいになっちゃうから、なんかどうしようかな。困っちゃったな。初めてだこれ、こういうこと。どうしよう。時間に人がいないって初めてで、ちょっとすごいそわそわしちゃう。どうしようかな。終わってからでいっか。でもちゃんとねリポストもしてくれてるから、夜に用事あるのは分かってるはずよな。はずよな。時間間違えたかな。19時スタート平気って来てんだけどな。寝ちゃったかもね。来れなくてもいいので連絡くださいって下にテロップで出しとこうか。ポルカさん聞こえますか。心に語りかけてます。とりあえず連絡は欲しいです。ソラちゃん困っちゃうよ。いやー困っちゃったな。今こそ立ち上がる時。立ち上がれポルカ、立ち上がれ。20時まで待ちますけど、ダメだったら終わりです。いや、こなそそう。どうしよう。どうしたらいいんだろう。雑談する？雑談何をすればいいの？とりあえず歌う？何を？振り返りか。そうだな。なんか、結構私のムーブにちょっと悲しんでる人とか、なんかいっぱいいて、ちょっと申し訳なくなった。なんか自分の中では、あのぐらいなら、LINE 的に OK かなと思ったんだけど、やっぱね、私のところちょっと苦手な人も多いし、見たくなかったとか、悲しかったみたいな感想が最後に溢れちゃってたのは、申し訳なかったなと思ったかな。なんか自分の、中では、なんか自分の配信で自分のそういう部分が映んなければ OK かなと思ったんだよね。最後の服装何着てるかちょっと分かってなかったっていうのがあって、何着たんだろうみたいな、中が見えなくて。それでね、なんかやっちゃってたのがあるんで、それはね、申し訳なかったなと思いますし、ぶっちゃけ、話題は、なんか私結構、なんか憑依型って言われるパターンなんですけど、一回その世界に入り込んじゃうと、なんかこの世界の人だったらこうするなーみたいな感じで、なんか結構無意識にやっちゃうことが多くて、例えばまあアイドル、私がアイドルとしてのパフォーマンスライブとかだったら、ライブでだったら私はこうするなっていうのを無意識にやっちゃって、で終わった後にパって何したか覚えてなくて、後からがアーカイブ見て、ああそういうことやってたか私みたいなことが多いタイプなので、なんかそういう意味ですごくなんか やってんなみたいなのがあるから、そういうところをねちょっともうちょっと理性的にできるようにはしていきたいなと思いつつ、まあ、最初で最後の GTA みたいな感じでやってたから、ちょっとハメ外しちゃったなみたいなところもあるんで、そこは大変申し訳ございませんでしたって感じかな。まあまあ、でも全体的には、いろいろと楽しかったかなと思います。で、来ないね、連絡が。なんか歌えます。私、この前歌出したんで、それ一曲ちょっと歌いつつ、待ってるね。いつか来るでしょう。来てよ。来ないと怒っちゃうよ。プーン！へへへへへ。プーン！聞こえないですが、なんか喋ってます？全く聞こえないですけど。そらちゃんごめんなさい。そらちゃん本当にごめん。そらちゃんよかった、声聞こえて。もうびっくりしたんだけど。そらねえ、そらそうだよ本当に。まあ、ちょっと1111。あれ言っていいの？ああ。
あ、違う、切ってる切ってる。あ、よかった。あ、切ってないかも。ええー、お待たせしました。お待たせしました。もうエコー聞いてる。ちょっと待って。切った。大変遅くなって申し訳ございませんでした。ちなみに、ね、理由は寝坊です。本当に申し訳ございません。疲れてたとかでもなく寝坊なんだ。はい、もう疲れてた。いや、疲れてたのかな、わかんない。仕事から帰ってちょっとね、すいませんでした、本当に。あ、全然全然全 然いいんだけども。いや、トラ友の皆さんも、開き直りがすげえ。開き直り。いや、もうだってソラちゃんの前でもう何もそんな取り繕わないよ。取り繕わんよ。ポルカは立ち上がったんだ。立ち上がって。やめんで。やめてください。みんな待ってる間、立ち上がれって書いてあったよ。立ち上がりました。立ち上がれポルカって。立ち上がりました。今日こそ特ダネだね。